恐怖の館とは、ハンガリー・ブダペスト・アンドラーシ通り60に位置する歴史博物館である。野獣児島政権時代のファシズムやハンガリー人民、共和国時代の共産主義等の20世紀のハンガリーに関する展示をしており、またそれらの時代の犠牲者や抑留者、質問された者等の記念碑の役割も兼ねている。 恐怖の館は2002年2月24日に開業し、それ以来の館長はシュミット・マーリアである。恐怖の館は欧州記録良心機構の会員である。恐怖の館はオルバーン・ビクトル内閣の下で建設が決定した。2000年12月、中央及び東欧の歴史と社会研究所は多数の血を流した20世紀のハンガリーの歴史を 展示する博物館を建設するための建物を買い取った。一年にわたる工事の下で建物は内外ともに完全に刷新された。館内の展示ホールの最終的な見た目や外部正面はすべて建築美術家であるアッティライフ・フコバーチュによって行われた。また、この建物の復元計画はシャンドル・ヤーノ氏とウイサシ・カール・マーンによって 行われた。屋外の復元はある、種のモニュメントであり、屋外の黒い装飾物は、アンドラーシ通りに立つ、他の建物に合わせるためのものである。恐怖の館の屋外にある犠牲者追悼非ナチス、ドイツやソビエト連邦との関係、及び、それを受け入れたハンガリーについての展示がなされている。また、や十字塔やハンガリー国家保衛庁等についての展示もそれには含まれている。 多くの情報や展示はハンガリー語でなされているが、大きな情報版は英語でも書かれている。また、英語とドイツ語のオーディオガイドがある。展示室に流れている音楽には、ボナンザ・バンザイの音楽も含まれている。流れている音楽はオーケストラにミックスや音響効果をかけ作曲されたものが用いられている。また、写真撮影及びビデオカメラの使用は、館内では禁じられている。 歴史家、評論家、政治学者の中には外部からの占領によって多くの犠牲者が生じたことを過剰に描きすぎており、その一方でマジャール人自身がその体制の加担をしていたことを認めていないかのような示し方に疑問を持つ者もいる。評論家にはまたファシズムより共産主義の方に多くのスペースが割かれていることを嘆く者もいる。 恐怖の館側の彼らに対する回答としては、サーラシ・フェレンツによるファシズムは数ヶ月で終わったのに対し、共産主義は40年にわたったからだとしている。館長のシュミットは、この討議を政治的思想が第一に出てきたことによる攻撃だと考えている。また、博物館の擁護者は、展示の対象になっている人物、例えばバウエル・タマーシュの父であるバウエル・ミコロウシュは、 自由民主同盟に対して厳しいと指摘している。1990年代の自由民主同盟の当初の主張であるペテイバーンの親やハンガリー、国家保衛庁等もそのように記録している。そのような反響があるにもかかわらず、恐怖の館は旅行客にとって有名な行き先の一つになっており、開業した二千二年時点でインターネットでの多くの良い評価や一日千人を、 超える集客が見られている。また、趣味とは恐怖の館に関する政治的追求に関して次のように答えている政治に関係ない歴史はあるだろうかと。ありがとうございます。